よろしくお願いいたします。私も昨年12月まで和食のユネスコの遺産、世界遺産の登録を受けた、国の検討委員会をやっていまして、そこで、和食が本当に、世界遺産に登録されたということを、一応ほっとしておりますけど、反面2つの問題がありました。それは私はマスコミにもお話ししました。1つは日本人そのものが今、例えば朝早く、今朝和食を食べた人、例えばご飯と味噌汁と納豆、例えばそういう人が 51%、 パンを中心として、ハンバーグだとか、チーズを食べるとか、こういうような和食系とか洋食系とは 49%、 時間の問題で逆転するでしょう。そういう問題を持ってて、この国民がですね、本当に和食というものの素晴らしさを理解してないなということをまず、一つ問題だから、今一つは和食が世界遺産になったといっても昔から和食というのは日本にあったわけです。だけど現在、今日本の食料自給率は 30% だけ落ちました。外国からどんどん食物原料が入ってきて、それでもって、これが和食でございますということは、本当にそれは世界に向けて言えるのかどうかということを考えたときに、和食をこの機会にですね、我々はその和食が世界遺産になったということを機会に、日本の農業の再興をしなければ、ダメなんだろうというような、この2つのことを私は日頃思っているということでございます。まず一番、今日の和食というもの、もちろんご飯を中心とした文化ですね。もうこれはもう皆さんご存知と思いますけど、もう奈良時代の最初にも、はたつものと、それからね、畑で作るものと、それから唐つものといいまして、その水田で作るもの、米とそれから、大豆というのはもう奈良時代から出てくるわけですから、もう大変古い時代から日本人というのは和食の原型が持っているようになっているということが あるわけです。和食というのは、ご飯というのはもう一つ非常に大きな目で見ますと、実は一つはですね、水と大豆の周りがあったから和食というのはものすごく発展してきたと私は思ってるんですね。大豆はもう熊本大学で数年前に、縄文時代から日本の大豆がもう出てきたということで、大豆の文化と非常に古いんですが、米そのものもですね、もうその笠原遺跡、青森県ですかね、あそこではもう縄文時代から米の水筒 の遺跡が出てくる、化石が出てくるということですからね、まだ非常に古い時代から日本人というのはそういう和食の原型を持っているということは、もうこれは間違いないわけでありますが、その和食はずっと日本中食べてまいりまして、ところがですね、この食べてきた間はとても良かったんですね。ところが今から50年ぐらい前からどんどんこの和食に対して洋食系が出てきました。肉の消費量、この50年前に比べると肉の消費量は大体、3.7 倍ぐらいになってますね。油の消費量は皆さん 4倍越してるんですよ。だから非常に日本人というのは低タンパク、低脂肪、低カロリーのものすごくこう質素な生活をしてきたわけですけども、そこに持ってきて今度はですね、50年後になったら何が起こったか、俺高タンパク、高脂肪、高カロリーで、その反面、後ろに何が起こってきたかって、ものすごいことが起こって、それは何かって言ったら、国民のですね、医療費がものすごい上がってるでしょ。40兆円ぐらいですか。国民が病気になって入院すると、本人は2割から3割で、あとは全部国民健康保険で国がですね、もう7割、8割払っちゃうわけですよ。それはここの50年間でものすごく出てくるわけね。かつてもう世界で最もこう GNP もね、国民総生産もアメリカをしのぐぐらいの大バブルが来たら、あの金はどこ行っちゃったんだよ。結局みんな和食を食べなくなって、ご飯を食べなくなってきたところにつけがそこに来てるんだってことを今一回僕ね認識しないと。そういうような状況が今、日本にあるわけですよね。ですから、そこをですね、もっともっと我々は和食っていうものを次の世代にこう連れるためには、国の財政の豊かさを作るんだという、そういう観点からやらないと、和食のね、せっかく世界遺産になったわけですから、そういうことをもっとみんなで考えなきゃならないわけですね。ほんで、和食というものがですね、私は素晴らしいものだなと思っているのは、一つはですね、この去年の3月1日にこれは朝日日経毎日を見る産経、五大新聞みんな出てますね、こう厚生労働省発表、全国47都道府県の平均寿命ランキング、驚きますね、これ見たら。沖縄が
なんと男性が今30位です。全く大変ですよこれ、ね、私も琉球大学の客員してて、この件に関しては非常にいろいろと詳しく僕は言っても調べましたけども、この通りです。沖縄は現在30位ですね。女性がですね、沖縄はおばあちゃん非常に元気だったんですけど、現在、3位まで下がってきました。もっとずっと下がってるでしょうね。でこれ一体なぜなんだということなんですけど、沖縄はですねずっと長い間薬食同盟とか異食同盟というそういう食生活をしてきたんです。あれは予防医学なんですよ。変なものを食べちゃダメよ、ね、病気になったら遅い、食べ物は薬です。それが薬食同盟だから、いい薬を体の中に入れておいたら病気にならない。異食同盟というのは病気になったらおしまいです、遅いですよ。食べ物はお医者さんです。だから体の中にいつもいいお医者さんを入れておけば病気にならない。これ予防医学なんですよ。薬食同盟とか異食同盟。それがですね、昭和20年にガッと今度は状況が変わりまして、沖縄は一アメリカになりましてね、沖縄州が、沖縄。それからというものがものすごく肉食が増えてきましたね。で、今、ご存知だと思いますけども、全国47都道府県で一番国民一人当たりの肉の消費量が多いのは沖縄です。ところが逆にですね、これ最近琉球大学でもその調査が分かりましたんですけど、一番全国47都道府県で野菜の消費量が少ないのは沖縄です。ですからこれは当然にこれとなってしまうんですよね。つまり非常に多い死亡の原因の一つは消化器官系の疾患で、特に大腸大腸がん、がんがとても増えているとかですね、女性の場合には、潰瘍性大腸炎が増えていて、それが急性の腹膜炎になってきて、そういうようなことで手遅れだとか、そういうようなことが食生活によってもう本当にこれがですね、原因が分かってきたわけですよ。ですから食べ物ってのは怖いなと思うんですね。ところが我々こっち、この本州の方でもこっちを見てください。今こんなに医療費がどん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 上がってきましたね。おいでもって、生活習慣病がこんなに増えました。和食をずっと食べた時こんなことなかった。だからこれなぜか、これはですね、我々は非常に重要なことを忘れてるんです。それは和食を食べないから、ね、食べてきた日本人が、沖縄の人たちは異食同源の食生活をしてきたから、それが途端に変わったらなぜおかしくなるんだったら、遺伝子を考えてないからですよ。遺伝子という観点から我々はものを考えたことありますか。実はですね、この50年間にこんなに油の消費量、肉の消費量が増えたわけですよね。食生活がどん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 変わってきました。だけども我々ずっと長い間ですね、そんなもの食べてこなかったんですよ。だからなかなか遺伝子が対応できないってことは、まあ、当然のことだと思うんですよ。と言いますのは、人間というのは2種類の遺伝子で大体つながっています。一つは皆さんここにいる全員、または日本国民全員1億2000万人、これ全部同じ遺伝子を持っています。これは民族の遺伝子ですね。だから日本人の顔、みんな日本人の顔ですよ。肌の色もそうです。生まれた時にお尻に青いあざが出ます。これは日本人の、あれですね。これはみんな共通ですよ。ところが今した時は、一つは、今一本はね、日本の遺伝子の中で今一本の遺伝子は家族の遺伝子です。だから皆さんの顔がみんな一人ずつ違うのも、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんの顔が入ってきてるわけだ。まあ、家族の遺伝子はこっちに置いておきましょう。遺伝子というのはですね、長い間の生活環境によって、それに上手に対応できるように体が仕組まれてきて進化しているわけです。だから日本人は日本人の質素な食べ物なり和食という世界の中において非常に具合のいい世界を作ってきたわけですよ。それが急激にここに来て変わってきちゃった。50年間、遺伝子というのは50年ぐらいが適応できませんから、だからこんなことで遺伝子の組み合わせが噛み合わせができない。これをですね、もっと我々は次の世代にも教えておかなきゃならないんです。例えば日本人、顔とか形とか色とかお尻のあざとかそういうのじゃないんですよ。民族の遺伝子ってのは食べ物にも遺伝子ってのは作用してるんです。だから例えば日本人は今から70年前に牛乳なんてガブガブ飲まなかったんですよ。この人がいないんだから。で、いやいや命のせいなんて人もいるかもしれないけど、それは特殊なことですよ。そうするともう牛乳を飲まなかった民族はですね、牛乳の中にある乳糖を分解するラクターゼって酵素はもう遺伝的に欠落してるんです。でそのために我々は牛乳飲むとちょっとお腹が緩んだり、うんちがちょっとね、お腹ボロボロしたり、こういうことになるわけですよ。もう肉だってほとんど食べてこなかった。ね、その民族は急激に肉いっぱい食べると、やっぱり肉を食べるなんてじゃないです。ね、やはりバランスいい食べ方っていうのが必要なんですよ。例えば、
和食の世界というのはですね、ほとんど7つがみんな繊維でできているんです。和食というのはそうなんですよ。7つの繊維がある。この繊維をですね、肉と本当に関係してるんですよ。例えばですね、